どうも、モコウと申します。今回の企画は、これ、なんかその、公式番組でちょっともらったスイカがあるんですけど、ちょっとこれ2週間近く放置してたので、そろそろ食わなきゃまずいなと思ったんで、食っていきます。ただ普通に食うだけじゃもったいないんで、今回はこの、YouTube、10万人登録、ね。これね、はい、これ。誰からいただいたんですか？これは鬼屋さんっていう、実況者の方。鬼屋さんってあの、荒野行動とかでいう。あ、そう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 。これ人狼とかで。シャドーバースを裏切った男として知られる。確かに。鬼屋さんも。信じられない話ですよね。銀の盾をね。シャドーバーやめといて。そうそうそう。鬼屋さん、謎の稼いだ盾を次元さんに渡して、そう。売名に使う。最低だろ、本当に。とんでもない話だね、本当に。うん、お前。許せんわ、本当に。こいつを俺がばっこりと。まな板として使うぞ。まな板に使ってやるぞ。素晴らしいアイディア。素晴らしいだろ。行くぞ、俺。おいっす。おえへへ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 これもう行きますわ、俺行きますあ、入った包丁入りましたよおねしっかりとしっかり包丁が入ってゆくでかすぎるんでちょっとこう周りからこうやってだから結構相当なサイズの相当なサイズこのスイカどこでいただいたやつなんですか？シャドーバースアカデミーっていうなんか番組ではいはいなんかその手を気をつけるなんか罰ゲームに勝った人がもらうみたいなやつ俺なんか負けちゃって僕はその番組にはもらわなかったんですけどそれをもらったグラドロの指サイノっていう子がちょっと待ってくださいね一瞬はいスイカいらないとかね切るのすごいうん全く繋がってませんよ一瞬して繋がらなかったどうしようこれどうすればいいこれここから切ったことねえんだよスイカ手を気をつけてください手ちょっと気をつけないとねあでもあオニアンあオニアンちょっと見てほらこれオニアンちょっと見とけお前見てますそうそのねインサイドってこの辺出ないとか言うから俺とあとカモノハシってやつで持って帰ってきたのねばっこりとそう結局誰も食わねえっていうじゃあこうやって開封動画になってるじゃあじゃあお前こっち開けます。おちょっと、あ、外しますね、ちょっと。じゃあ、ここ、ハーデスの腕で。はい。この赤扉開けるわけ、赤扉を。おぉめちゃくちゃうまそうじゃないですか。めちゃうまそうじゃない、普通に。でっけぇ。でっけぇ。これ、むしろさ、火を開けたことによって、なんか、いい感じに熟してんじゃない腐る手前みたいな。うん、全然腐ってないと思います。ね。これ冷やしたらうまかったっすよ、相当。冷やしたら、キンキンに冷やしたらうまかっただろうなぁ。相当うまかったっすね、これ。これ4分の1冷やしとくか。あ、あれだと思います。ね。いや、でも半分さ、ラップでさ、うん、いや、だからこれ後でさ。オッケー、僕ラップじゃあやっておきます、これ。これどうこれよくないどうって言われましても。サイズ来たしですからね。おめぇ、これ4分の1食えるでしょ。いきます、今行きます、うん。俺も食うからよ。で、なんだっけあの志村けんとかよくやってるさあららってやつですねあってやつがね俺も全部食うから今からスイカの早食いねいやでもなんかいいまな板じゃないちょうどいいですね音もまな板してますまな板っぽい材料木なんですよ私はあそっかそっか銀とは言ってるんですけど木なんでこれお前まな板に銀メッキ貼っただけじゃないのまさにまさにまさに何があれだ YouTube ジャパン本当にお前10万人だよお前なめんなよ人これいきますかそう、オニオンもこれ全然食えるうまいっすかなんかジューシーだって普通にこれスイカってこのきめ細かければきめ細かいほどなんか美味しくなるみたいなそうなの噂聞いてへぇまあ分かんないですけど本当に僕知ってるいやもう適当言うなよすいませんまあさっき自分農業とかやってたけどもただの文系だろお前な個人情報が漏れちゃってますよちょっとこれはいはい食いますかじゃあいきますかじゃあ逆に数えてみます何秒でいけるかあ、いいねじゃあ、モコウのスイカ早食いチャレンジタイムアタックバッコリいきますいいですかじゃあカウント僕はしますねはい4分の1はいではいきます3、2、1、スタート1、2、3、4おやさんはいこれちょっと普通にもったいないんでちょっともう種を取り除いて丁寧に食べましょうレペゼンのくだりオッケーでしたえレペゼンのくだりはあ、オッケーオッケーですオッケーですちょっと種をね、こうやって普通に取り除いてはいはい丁寧にね、食べましょうこうやって、スプーンでうまそうだろうまそうっすねうん
ワニも食べる？あ、僕、じゃあこれ終わったらちょっといただきますね。うん。いや、俺カメラ回すからさ、ワニも食えよ。いや、まあ僕はあの、全然、モホロさんをね、今回映すっていうお仕事なので、本当にカメラマンが食べてどうするんですかって話ですから、うん、まあその T シャツのゲームイズってもし映したくないだろ、お前な。お前お前ちょっと何の話かさっぱりわからないですけど、うん、まああのゲームイズさんのところにあのネームジョックスさんという有名な事業者もいますけど、さっきならサヨドラさんとか、うんね、僕はちょっと何の話かわからない、本当に全くわからないですけど、どうせやっぱお味としては甘くて、スイカってすげえな、14日間あそこで放置しても全然腐らない、腐んねえよこれ。だってスイカって基本的にまあ英語で言うウォーターメロン、つまりあの水分がとても多いメロンって言いますから、うんうんうん、キューカンバーでしたっけ、うん、どキューカンバーで、キューカンバーはメロン、どっちでしたっけ、え、確かキューカンバーはキュウリだ、ウォーターメロン、スイカです。あ、そうそうそう、だからそれぐらい水分が多いっていうところで聞いた雑学じゃ、あの砂漠にスイカってあるらしいんですよ。え、なんで？その水分蓄えるんで。ああ、そういうこと？で、スイカってあの地面の上にできるじゃないですか、地表に、うんうんうん、で、その砂漠にあるスイカってのは猛毒らしくて。え、毒なの？超猛毒です。今みんな水分欲しいので、うん、食おうとするんですけど、うん、だからこそ食われないように猛毒みたいな。あ、毒を塗るから、その、もんないとみんな食われちゃうから、うん、自分を守るために。そんな感じで見ましたね、確かに。面白いね。そう、喉乾いた人が、わ、スイカだって叩き割って食うと、うん、翌日も焦点してるっていう、もうこういう食用のスイカは、これ毒はもちろん食用なので、その野生の、うん、砂漠とかにあるスイカはやっぱりまずいらしいですね、とても。味も結構も苦いみたいな。あ、そうなんだ。ような噂を聞いた気がします。噂を聞いた、なんかのテレビで。多分カメラだと大きさ伝わりにくいんですけど、多分これ分かりやすいですよね。いや、分かる、うん。あと、あ、ティファール置いてもいいですか、横に。多分ティファール分かりやすいです。はい、これ標準的なティファールです、僕の家はありますけど、うん、このサイズ感伝わるかな。あの、ティファール普通に1個全然乗るぐらい、乗りって乗って余るぐらいの大きさですね。うん、これすっごい大きい。いや、ちょっとこれどうしよう、もうちょっとで食えるんだけどさ、普通に完食しちゃいますよね、これ。俺ね、思うのが、はいはい、スイカってビーストって言ったら種だよね。タレ？種、あ、種、はいはいはい。種を取り除くのがめちゃめちゃめんどくさい。だから俺、こういうの嫌いなんだよな、エビとか。あー、なるほどなるほど。その皮むけなきゃ食えないみたいな。種取んなきゃ食えないだろ。あ、じゃあ結構メロン派ですか、モコさん。ん？メロンかスイカかってたまに議論があるんですけど。だから断然メロン派。あー、あ、味もメロンとかは少し。うん、でもな、スーパーとかに売ってるカットメロンは、カットスイカは、はいはい、好き。あー、こういう、もうそう、食えるとこだけ、あの、一口サイズになってるから。やっぱあの、ちょうどポケモンのルビーサファイアの世代。ん？ルビーサファイアがなんかアニメでやってたんですよね。あー、やってたね。で、キモリが、種マシンガンやるので、うん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 、普通に僕ら、やっぱスイカの種だけ口に含んで、はいはいはい、遊びでやってましたね、種マシンガンとか。種マシンガンごっこしたね。やってました、やってました。夏お前それ、キモリめっちゃ使いますよね、アニメのキモリ。バチコリ使う、あいつなぜか異様に種マシンガン打つんですよ、うん、かわいそうなぐらい種マシンガンばっか打ってて、うん、あれ、物理技だからキモリの攻撃力じゃさ、そんなに格出ないんだよ。メタ情報ですね、内部的なところですけど、異様に種マシンガンばっか使ってましたね。葉っぱカッターよりはるかに種マシンガンですから、ね、はるかに多用してたもんな、種マシンガン。どこまで種補充してるんだってぐらいでしたね。知らぬ間に食ってんだろうな、スイカとか。と言いつつ、もう食べ終わっちゃいますね。そうだね、早っ。早い、そうじゃないな、これ。もっちもっち、待って、これ包丁のサイズと皮よりでかいですもんね。てか、あれか、銀の盾で伝わりやすいか、一番。4分の1が銀の盾の2分の1なんぐらいなんですよね。うん、これ相当多分分かりやすい説明ですよ。いや、ちょっと分かりづらかった。伝わりづらいから銀の盾がサイズがいいかもしれないですけど、包丁と比べると一般的な包丁丸々1個以上みたいな。うん、こんなもんかな。あとはもう
ちょっといやもう多分それ完食だ。最後そのシルス吸ったらもう完璧に、うん、じゃあこれをすするすするといえばなんか今日着てる T シャツ、はい、実はこれスル TV なんですよ。おお普通に部屋着にさせてもらってますどっちに入れて、じゃあ食べ、お前ごちそうさまでした。はい、じゃあこれお肉窓でね、ありがとうございます。ガッツリ食べていいから、いただきます。ああ、じゃあ今日のところはこれで終わりです。ありがとうございました。